Nah. それじゃ。マジかよ。うんうん。やれやれ。というわけで。事件解決を祝して乾杯。乾杯。かー、やっぱ仕事の後は炭酸だな。おっさんか。というか、なぜウニバなんだ。大阪と言ったらウニバでしょう。賑やかで雰囲気も合ってるかなって。さすがアンドのナイスチョイスだ。お前、怪盗服でバイトしてこいよ。人気出るかもしれねえぞ。おい、こら、着ぐるみじゃねえぞ。こうしてると去年のことを思い出すわね。怪盗として命を懸けて戦って、苦労や喜びをみんなで分かち合ってた。だが倒したターゲットたちの印象は以前の主たちとはまるで違うな。ヒイラギ・アリス、夏目アンゴ、兵藤マリコ、そして近衛明。倒すべき敵だったのは間違いないが、それぞれ事情を抱えていた。それで罪が消えはしない。だが単なる悪と切り捨てるのも難しい。そうだね。みんな何かに苦しんでた。誰だって悩んだり迷ったりすることはあるわ。そしてそれはきっと一生続く。でも大切なのは何かにつまずいた時にどうするかってことなんだと思う。キングにされた連中はそのつまずいたところをつけ込まれたんだ。改心させて周囲の人間を言いなりにすることで本当の自分から
目を背けちまった。でも決して人事じゃないよね。苦しくて辛くてどうしようもない時にそれを解決できる方法があるって聞いたら、私たちだって迷い込むことがあるかもしれない。俺らの場合は大丈夫だろう。また調子いいこと言って。誰かが悩んでたら他の奴らが放っとかねえだろ。俺一人だったら危ねえけど、お前らと一緒なら大丈夫って気がすんだよな、リュウジ。確かにそうね。特にリュウジは注意しとかなくちゃ。お、鉄拳制裁の出番だな。なんで俺だけなんだよ。そうだな、みんながいるなら、たとえ苦しいことがあっても道を踏み外したりはしない。怪盗団なら大丈夫だ、私が保証する。何一言みてえに言ってんだ。お前も怪盗団だろ。ああ、ソフィアも善吉も我が輩たち怪盗団の仲間だ。ありがとうみんな。よし、まとまったところで大阪最後の夜を満喫するぞ。あー、くそー、頭いてー。昨日の炭酸が残ってやがる。俺も吐き気が。知ってるぞそれ、二日酔いってやつだな。いや、炭酸で二日酔いとかないから。はしゃぎすぎて頭ぶつけたのと、ただの食べすぎでしょ。そうなのか。まったくバカなこと言ってソフィアを困らせない。相変わらず騒がしい連中だな。善吉、ニュースを見たぞ。無事この絵を逮捕できたみたいだな。お疲れ様でした。おう、まだ逮捕しなきゃならんやつは残っているがな。そっか、大和だ。俺はこの後飛行機で東京に向かう。一旦お別れだ。こちらこそだ。さて、時間はまだあるな。出発を見送らせてもらうぜ、先輩方。そういや、いいか、だったら
ガキども。そうだ。いいぜ。な美しい。よし。やれやれ。
にちは。ちょっといい？
仕事の時おう。ああ、わかった。世話になったな、怪盗団。改めて礼を言うぜ。茜を、俺を救ってくれてありがとうよ。大和田、逮捕できるよね？心配するな。俺が必ず挙げる。過去の悪事も含めて全部な。大方今頃は慌てて警察に根回しでもしてるところだろうが、俺の上司がそれを許さんだろう。必ず追い詰めてやるさ。うん、頑張れ善吉。絶対逃がすなよ。誰に言ってんだ？こっちは公安で鳴らした敏腕だぞ。茜ちゃんにもよろしくね。ああ、いつでも遊びに来い。茜も喜ぶ。今度はゆっくりしてけ。京都の案内でもしてやるよ。じゃ、またな。行っちまったな。ねえ、あとは信じましょう。必ずやり遂げてくれるわ。さあ、東京に戻りましょうか。マスターも心配してるでしょうし。準備はいいかしら？思い残したことはないわね。うん、思う存分遊べた。苦しいこともあったが、素晴らしい経験だった。またこうしてみんなと旅に出たいものだ。同じく、人生の EXP 溜まりまくったぞ。思い残したことといえば、ソフィアの謎は解けなかったよね。仕方ない。まあ、それは東京帰ってからだ。一ノ瀬に相談するのもいいかもな。焦ることないぜ、ソフィア。これから一緒に探せばいいさ。だな。難しいことは後でのんびり考えようぜ。ありがとう、みんな。それじゃ、出発するわよ。ソフィア、またナビお願いできるかしら？オーケー、任せてくれ。はあ、これで本当に終わりなんだよな。なあ、東京まであとどんくらいだ？だいたいあと3時間だ。もうそんな近いのか。着いたらキャンピングカーともお別れだね。よく走ってくれました。うーん、寂しいぞ、ゴーゴーファントム号。あれ、名前が変わってる？最初はなかなか眠れなかったっけ。もうすっかり自分の家みたいだけど。ねえ、このまま全国もう一周とかしちゃわない？名残惜しいけど、そうはいかないわ。みんな元の生活が待ってるでしょ。特に宿題とか単位とかな。う、そうでした。言わないで。分かってるから、今だけは忘れさせて。一月前にも同じこと言ってたような。何、人生は長い。1年や2年の遠回りなど気に病むことはない。ダブリ確定みてえに言ってんじゃねえ。え、嘘、卒業くらいはできるよね。大丈夫、ここからの努力次第よ。明日からは切り替えて勉強すること。ちくしょう、人助けした分ボーナス得点とかありゃいいのによ。ほんとそれ。
何はともあれ今日が最後の日か。名残惜しいな。ならちょっと寄り道していかないか。どうしたソフィア、どっか行きたいとこあるのか。旅の終わりに花火ってやつを見てみたい。今日横浜で花火大会があるみたいだ。きっといい思い出になる。素敵、私は大賛成だよ。いいかも、去年雨だったしリベンジだね。じゃあ決まりね。最後の夜は花火大会でひとまず向かうけど、混んでるだろうから少し離れたところに車止めるわね。ここってどこよ。なんか海の匂いすんな。あ、ここ海が見える丘公園だよね。前に撮影できたことある。イグザクトリー、花火会場はここから歩いて15分くらいだ。そうだ、せっかくだし浴衣着ていかない。あ、仙台でゲットしたやつだよね。いいかも。浴衣に花火、これぞ日本の夏というやつだな。人が多そうだけど双葉は大丈夫？前よりは強くなったし、みんなと一緒だから大丈夫だ。じゃあ私たちは先に行って場所を確保しよう。マジっすか？相当な混雑が予想される。いい場所で見たいならそれがベストだ。レディはいろいろ準備があるって教えたろ。頼んだぜお前ら。お前も場所取りだ、猫がな。なんと、まあ最後だしサービスしとくか。じゃあ後で合流な。晴れていてよかった。いや本当それな。お、来た来た。お待たせ。よかった、間に合ったみたい。ナイスタイミング、ちょうどそろそろじゃ。うわ、夏のいい思い出になるな。なあなあ、あ、私も、近くで見ると感動すんな。ほんと超綺麗だったね。ああ、特に最後のボタンは見事だった。ボタンってなんだ。お稲荷、花火には種類によって名がついている。ボタン、カムロギクなどがその一例だ。あれがボタン、画像で見るよりずっとすごかったな。もっといろんな花火を見てみたい。どこでも付き合うぞ。全国の花火大会コンプするか。お前人混み苦手じゃねえのかよ。でもそれ楽しそうだな。どこへだって行ってやるさ。この先いくらでも時間はある。そうだな、うん、それがいい。でも夏も終わりだね。いろいろあったけどその分すっ
ごく楽しかった。仲間も増えたし、忘れられない思い出になったね。おい、そういうこと言うなよな。寂しくなんだろうが。ほら、まだ旅は終わってないわよ。帰りましょう、東京へ。それじゃあ、着替えて出発しよっか。だね。ねえ、これヤバくない？都内のことだし、俺らには関係なくね。だってほら、アプリ消したはずなのにまた復活してるし。バカなこと。え、何、どうし、あ、ラストチャンスだとか言って覗いたら閉めるから。なんたって露天風呂で前歴ありだからな。覗かねえよ。ありがとう。Thank you. Yeah.
オンに切る。ありがとな。そうそう。
やれやれ。ありがとう。やれやれ。ありがとねえねえ、ふありがとう。
そういえば、ありがとう。ねえ、ありがとう。そうそう。Half no face
のさ。ねえねえ、そうそう、そうだ。